はい、ジェイコムからお届け札幌ジーンズ館。皆さん、はい、こんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方をご紹介しております札幌ジーンズ館 .tv、 私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはホメオパスの藤山美智子さんです。藤山美智子です。はい、よろしくお願いします。ホメオパスの方をお迎えしたのは札幌ジーンズ館初めてです。はい、ホメオパシーという言葉皆さん聞いたことありますでしょうか。誤解を恐れずって最初から言っとこうと思うんですけれども、うん、私ラジオ時代にですね、15年ぐらい前かな、はい、ホメオパシーの話を取り上げようかって、まだ新しいもんだって知らなかったんで、ちょっと勉強しながらですね、どうですかねって言ったら、当時の局長がですね、ちょっとそこまだあやふやない、だからちょっとそこは触れないでみたいな、はい、スルーされたことが分かります。あったんですよ。なのでそれ以来なんですけれども、うん、今日はですね、私の仲良しの外国人のお友達がね、ヨーロッパでは保険も効いて、うん、日本でいう漢方薬みたいにね、もうすごい馴染みのあるものだから、私もすごく使ってるから、もしあれだったら福津さん紹介したら面白い話聞けるわよって言われまして、私もいろいろお話を聞いた中、大変面白いので今日はリクエストして来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ホメオパシーのお話今日たっぷり伺ってまいります。はい、じゃあ3つのキーワード、今日はこちらになります。じゃーん、じゃん。ドイツ生まれの自然療法、原因不明にやっぱりなと思った、夫と2人で放浪旅へ出た。はい、今日この3つのキーワードで伺ってまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあホメオパシーについて今日は一つ目でたっぷり伺っていきたいと思うんですけれども、はい、今日はですね、藤山さんがスケッチブックを持ってきてくれました。はい、藤山さんもいつもスケッチブック派なんですね。そうなんです、アナログで。はい、じゃあいつも教えていただくような感じで、はい、はい、はい、じゃあまず概要ですね。簡単にですけど、はい、ホメオパシーっていうのは約200年前にドイツで生まれました。ドイツ生まれです。はい、ドイツ生まれの自然療法、50カ国以上、だいたい世界各国で利用者10億人ぐらいいるんじゃないかって言われるぐらいなので、プロなんですね。そうなんです。珍しくなく、札幌で言えばこう街角にあるドラッグストアに売ってるよという、はい、ような感じで親しまれて、うん、空港の売店でも売っていたりとかします。はい、でドイツ生まれなのでやっぱりヨーロッパが盛んなんですけれども、はい、ヨーロッパからインドに広がったり、うん、あとまあニュージーランド、オーストラリアであるとか、それとアメリカですね、うん、特に南米が実は盛んだりする感じですね。はい、外国に住んでたよとか、外国人なんですが奥さんが日本人で日本に今住んでますっていう方が、うん、ちょっとホメオパシー向こうの自分の国で使ってたからまた引き続き使いたいんだけどみたいな感じでちょっと連絡来ることがあります。うん、でインドなんかだとお医者さんの勉強する際に、はい、どの科目っていいんでしょうかね、どのお医者さんになろうと思ってもホメオパシーの勉強なんかも多分されている。アーユルヴェーダとホメオパシーと普通の西洋医学みたいなのが基礎知識として皆さん持っておられるようです。はい、はい、でホメオパシーとは、はい、っていうところ上手ね。これイラスト全部自分で書いてますよ。ありがとうございます。はい、ホメオっていう言葉とパシーっていう言葉の合体したものなんです。で、はい、ホメオっていうのが同じという意味、ギリシャ語ラテン語ですね。はい、はい、でパシーが治す治療であったりとか、または痛みや苦しみっていうのを表す言葉でもありますね。はい、ということで日本語に直したら同種療法って言います。あ、同種療法、うん、はい、そうなんです。はい、で何が同種なのっていうことなんですけど、はい、それは簡単に言えば熱には温めるとか、喉がピリピリ痛いんだったら、うん、生姜飲んでみようかみたいな、そういうことに近いものがありまして、例えばですがホメオパシーでよく例に出されるレメディっていうのはね、あとで説明がありますけれども、はい、小さな砂糖玉を使いますが、はい、ホメオパシーでは例えば不眠の人がいたら、はい、コーヒーを元にしたそのレメディっていうのを使うことがあります。はい、でコーヒーは普通飲みすぎになると、うん、不眠になりますよね。はい、なんですが不眠には不眠の元っていう感じで使います。はい、もう一つ有名なものとしては玉ねぎのレメディっていうのあります。これはですね、うん、この方はどういう方かっていうと、はい、鼻水が出て、鼻水が、あ、はい、くしゃみが出て、うーん、涙もちょっと出て、
アレルギー系の。そうですね、うんうん、まるで花粉症の、花粉症みたいな、そんな感じ、うん、でそれに玉ねぎのレメディーがフィットするんですけれども、これは何が動詞なのかって考えると、はい、ちょっと玉ねぎを刻んだ時を思ってほしいんですよね、はい、玉ねぎ刻んだ時には涙が出て鼻水が出て、はい、くしゃみも出たり、うんうん、ああいう状態に似ているんですよね。なのでその玉ねぎのレメディーをあてがっていきます。なるほど、うん、そういう風にしてその調子の悪さに似た物質を使って、はいで行くのがホメオパシーの原理で、同種療法っていうことになります。副作用がなくて使いやすくて、うん、赤ちゃんからお年寄り、はい、それからペットにも使えるっていうのが特徴です、はい、これが大きな特徴でございます、はい、ベースとしてはお砂糖と思っていいですか。原液を砂糖玉に染み込ませて使っているのがメインなので、うん、砂糖玉と思って結構です、はい、はい。それはこうペロッと飲んでもいいんですか、お薬みたいに水で飲むのか。一粒出して、はい、お口に入れて、はい、舌の下で溶かすっていうのが基本、舌下で溶かすって言いますけども、うんうん、はい、それが基本で、はい、口の中でとにかくキャンディーみたいに舐めてればいいっていう感じになります。はい、はい、例えば私が冷えがで困ってるんですけどみたいに来たとします。はい、そしたらどうするんですか。そうですね、まあ、ほうほう冷えですかっていうところで、うん、いつからですかと聞きまして、うん、はい、でも小さい頃からだっていう話だと、はい、例えば何グラムで生まれたんですか。あ、私は結構大きく生まれましたよみたいな。うん、そうですね、はい、そして好きな食べ物、味付け、あ、結構割としっかりした味のもの好きかな、しょっぱいもんも好きかな。特に、うん、その冷えを感じる場所はどこですかっていうのも聞きますね。指先とかね、うん、むくみはありますか。むくみもあります。むくみもありますか、はい、うん、でアレルギーなどもありますか。あれ、鼻炎が結構ね、私ひどいんですよ。鼻炎が大変なの。はい、膀胱炎になったことは中学の時あります。ありますか、はい、うん、やっぱりなんかちょっと腎臓系統少しあるのかなっていう感じをしつつ、はい、レメディの像がだんだん絞られてくるんですね。そうですね、あの海辺は好きですかだとか。海辺、はい、まあ、好きですね調子が良くなる感じ、またはあの悪くなる感じ。あ、なんだろう、苦手とか。いや、好きですよ。好きです。好き、え、うん、爽やかな気持ちになりますね。なりますか、はい、それこそも親御さんのことから、病歴からなんか全部細かく聞いていって、はい、ちょっとずつ絞めていって、はい、行くんですってね、はい、たくさんあるんですか。そんなにホメオパシーのレメディーは、はい、あの3000とも5000とも今は種類が言われていて、うん、まあ、そこまで全部を使いこなしはしないんですけれども、うん、ざっと考え合わせるのをこうパッと思い浮かぶところでも100ぐらいはやっぱりあるかなと思います。ということで、ヨーロッパではあの保険も効くほどポピュラーなものということで、うんうんうん、ではそんなホメオパシーと出会ったきっかけを2つ目のキーワードで伺っていきたいと思います。2つ目こちらになります。じゃーん、じゃん、原因不明にやっぱりなと思った。あのホメオパシーをご自身が、はい、あの出会ったきっかけというのは、はい、お一人目を出産の時に遡るそうですけど、うんうんうん、はい、はい、そうなんです。あの今から13年前ですけどはい、あの子供を出産しまして、はい、あの出産の時にも私ちょっと切迫早産になったりだとかトラブルあったんですが、うん、あの生まれた子供がとっても弱くって、うん、体が弱く、私は仕事をしていたので保育園にちゃんと行って、はい、その間に仕事をする必要があったんですけど、はい、まともになかなか行けない、風邪をひいて熱が出てしまうので、うん、あのなかなか行けないような感じだったんですよね、はい、して人並み外れて引くし、人並み外れて治りが遅いような感じで、はい、で風邪をひくたびに私はこまめに行きつけの小児科に行って見てもらって、お薬もこう一生懸命飲ませてたんですけども、大変ですよね、子供に薬飲ませるのね。そうなんです、まだもう全然まともに飲まないような、そうだ、赤ちゃんの感じなので、はい、もう飲んだんだか飲まないんだかっていう感じなんですけども、うん、でそういう中でまあやっているうちに、ある時こう熱が下がらなくなってしまって、もう何日も下がらないので、これはおかしいぞと、うんうん、でいつものお医者さんも、うん、あの今までの経緯から言って、やっぱりこんだけね、随分風邪もひいて治りも遅い感じあるし、うん、今回に至ってもう2週間熱が下がらない状態だと、うん、これはやっぱりちょっと病院、大きなところで調べてみた方がいいよ、免疫不全っていう可能性もあるよっていうようなことで、すぐタクシー呼んでもらって、はい、病院に、大きな方に行きまして、はい、うん、でそれですぐ入院になったんですよね。私のんきに思ってたんですけども、うん、いやそんなお母さん帰れませんよっていうことで、でこういろいろ検査が始まったんですけれども、はい、
状態としては熱が下がらないっていうことだったので、どっかに何かあるだろうな、はい、何歳でしたっけお子さん。その時は1歳半ぐらいです。1歳半ぐらい、あらら、うんうんうん、そうなんです、はい、それで、耳を見てみる。で耳は大丈夫だねと、中耳炎じゃないよ。で喉もね、うん、特にこう初見では大丈夫だと、うん、じゃあ見えないところで肺の方なんじゃないかっていうことでレントゲンを取るんですが、うん、大丈夫、うん、で腎臓かな、うん、で腎臓もこう検査をしていって、はい、それも大丈夫と、はい、で血液検査でも特別珍しいようなことは見られないんですね、うん、これはもうちょっと深く検査しなきゃいけないからっていうことで、はい、MRI、行くことになりまして、でまあちっちゃいのでね、はい、そんな検査機械に入るのにも睡眠薬を座薬で入れて、それからぐるぐる巻きにして、で造影剤っていうのを入れてっていう感じで、なかなか大ごとになったのが、はい、あるよあるよということだったので、私もこうそれはその検査は必要ないですとかいうこの判断も全く知識もないですし、そのままいろいろ検査をしまして、ちょっとなんかすごかったんですよね。点滴外して検査してまた刺して、そのたんびに別室でギャーって泣いてる。そしてこう二人で狭いベッドに寝るんですけど、もう点滴絡まってもうぐるぐるみたいな感じ、大変だったんですが、はい、1週間ちょっとの入院の後に検査結果出ましたよということで、お話聞きに行ったら、はい、原因不明ですって言われました、はい、原因不明って言われました。何検査したのにいっぱいしたのに原因不明って言われました、はい、しなきゃしないでだって怖いしね。そうなんですよね、先生にそういうふうに言われた以前以上ね、で、まあ、ある意味何にもなくてよかったなっていうことでもあったんですよね、まあ、はい、とても大変な病気が。でもそれ以上に私、あ、原因不明、なんかちょっとやっぱりなって思ってしまって、やっぱりなってお母さん思ったそうですよ、っていうのは、今までやっぱり風邪をひいて治りきらないままにずっと長くだましだましやってたんですよね、私の感覚としては。だからもうこう治りきらないことが続いて体に負担になっちゃって、ここでもう1ヶ月ぐらいもゆっくり休めれば治る、風邪のこじれだろうみたいな感覚があったんですよ、なのでその検査もそんなに大変な検査しなきゃいけないのかなみたいな、こう気持ちも半分ありつつの入院生活だったので、あ、やっぱりなと思いました。こじれたんだ風邪が、もうちょっとやり方違う方が良かったのかもしれないって思いました。ご実家お薬屋さんだそうですね。そうなんです、薬局で、薬局なんですって、はい、父が薬剤師で、はい、私が生まれる前にもう亡くなった祖父も薬剤師で、あらっていう家系ではあるんですよね。じゃあお薬使い放題かと思うとそうでもない、いや、そうなんです、薬は本当に、使うなって言われてまして、特に風邪に関しては風邪に効く薬はないこれは多分皆さんね、はい、知ってらっしゃるんだと思うんですけども、はい、うん、それはずっとこう言われていて、はい、で特に私が子供生まれてから、はい、そんな風にね仕事行くのに鼻水だって、鼻水止めるやつとか、咳してるから、咳止めるやつって、こうこす上げようとすると、そういうのダメだって、親に叱られて、叱られるんですね、隠れてこっそり飲ませてたらそうなんですなので実家に行く時は、ね、まあ、飲ませないみたいな感じでやってました。そうなんですって、でもここでじゃあもうちょっと、はい、まあ、それでもお子さんがもうすぐ風邪ひいちゃう、でやっぱりそういうふうにみんなお友達よりすぐ風邪ひいちゃったりすると、気持ちの方もめいってきますよね、はい、子供もね。そうなんです、なのですごくメンタル的にも弱いっていうか、やんちゃな子ではなくって全然、友達とも絡んで遊ばないし、繊細な子で、繊細な子でもこれは芸術家かって思うしかないってなるほど、思う感じでいました、まあそういえば父も薬は使うなと言っていたって、前、私もだましだましが悪かった気がするって、じゃあ何だろうって思った時に、まあアロマもいいなと思ったり、で漢方薬は、まあ、うち実家が薬局だったので、扱ってたので馴染みがあったから、漢方薬いいなと思ったんですけど、やっぱ小さなその年齢の子供に飲ませるの大変なんですよね、ちょっと現実的じゃないなと思って、で考えていったら、あ、そういえばホメオパシーっていうのがあったよねと、名前は知っていたんですけれども、それで調べていったら、心にも作用する
体にも作用するというようなことがあって、うん、あ、なんかそこがちょっとピンとくるなと、この体も弱いけど気持ち的にも繊細すぎるんじゃないかっていうところも気になっていたので、はい、あ、いいような気がするっていうことで、うん、当時東京に相談する方がいて、北海道にはいらっしゃらなかったので、はい、あの相談をして、あの試しにやってみたところが、うん、あの体調が良くなったのもそうなんですけど、うん、気持ち的にもその元気になったらやっぱりあの行動も変わるんだなっていうのがすごくよく分かって、はい、やんちゃになりました。あ、なので男の子なんですよ、一人でね、うん、はい、なので保育園に迎えに行くと、うん、いつも綺麗な状態でいたのが薄汚れてきて、うん、あ、たくさん遊んだんだなということでなりました。ね、うん、よかったですね、はい、なのでちょっとやっぱり効果うちの子にあったなっていうのがあったので、うんうん、本格的に勉強を始めて、はい、もう二人目がお腹にいらっしゃる時から勉強を始めましたね。はい、そうです、うん、それで勉強したいと思ってたところに札幌でその場所ができるっていうことが分かったのが、うん、下の子がお腹にいる時で、はい、だったらちょうどいいなってむしろと思いまして、はい、4年間勉強しました。はい、はい、勉強いたしました。海外では子どもさん向けのレメディーがすごく豊富な、揃ってるそうですね。そうなんです。歯が生える時にこうイガ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 して、うん、むずかる子用みたいな感じだとか、夜泣き用とか、あ、感触起こした時みたいな、そうですそうです、うんうん、っていうような感じで、はい、あの子育てにやっぱりすごく使われてるんだなっていう目的別のレメディーが見てると思いますね。子育て中のお母さんにおすすめかもしれませんね、うん、だって飲むのに負担じゃなかったらね、はい、これでね元気になるよとかって言って、うんうん、お口にポイって入れてあげるの子供さんだとね、はい、楽だなと思ってうん、うんうん、そうなんです。あのちょっとおだちもらったみたいなおやつもらったみたいな感覚甘いんですか、やっぱり。そうです、あの砂糖玉なので薄甘いです。薄甘い、小さいからそこまでキャンディーほどの味はないですけどね、うん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 、さっきちらっと同種療法の話が出てきましたけれども、はいはい、これに目覚めたお話3つ目で伺ってまいります3つ目こちらです。じゃーん、じゃん、夫と2人で放浪旅へ出た、はい、いつの話ですか。まだ結婚前なんですけど、結婚前の話なので夫予定の人だったんですが、はい、はい、あの2人で仕事辞めまして、うん、あのちょっといろいろ世界を巡ってみたいということで、うんうん、あのだいたい延べで1年間ぐらい行きました。バックパッカーして、ね、はい、うん、でバックパックの旅をしていたら、はい、いろんなところ変わったところにも行ったんですけども、うん、パキスタンの奥地で、うん、激しい食あたり何食べて食あたりだったと思いますか。あれはヨーグルトだと思うんですね、多分ヨーグルトで、ヨーグルト、はい、うん、なんかちょっと変な味かなって、もしかしたらその横にあったミルクティーかもしれないんですけど、あ、まあ、ミルク系ですね、うん、でその夜に、うん、もうとんでもない下痢、うん、2人でもう激しい、もう嘔吐もしたんですけども、激しく出まして、食中毒の症状ですよね、はい、食中毒、うんうん、でもう節々とかも痛くって、それでこう朝しらじらと開けた外を見たら、はい、あのリンゴの木があって、はい、すごい美味しかったんですけどで、まあ、とにかく出し切って治りました。そしてリンゴも美味しく、それで回復しって、うん、私その旅行に行く前までは、うん、過敏性腸症候群って言われる、あのいわゆる下痢がね、うん、すぐ下痢派だったんですって、うん、そうなんです、すぐ下っちゃうっていう、困ってたんですけど、はい、鍛えられたというか、うん、腸内細菌が入れ替わったじゃないかっていう感覚的にですよ、感覚的にそれぐらい体質が変わった、うんうん、というのも旅行から帰ってきたら、その腸のお悩みが全くなくなっちゃったんですよね。過敏性腸症候群は綺麗に治っていて、なるほど、はい、それで腸が悪いっていうところに、うん、その食中毒を持ってくるあたりが同種療法的だなっていう、だからあれで治ったんだっていうふうに理解してますこういう体験があったもんだから、あのホメオパシーで同種療法の話が出た時にも、ああ、あるかもしんない、なるほど、ガテンがいったっておっしゃるんですね、はい、もっと続きが聞きたい場合はちょっとサロンにね、はい、ホメオパスの話と一緒に聞きに行っていただきたいなと思いますけれども、駆け足で伺ってまいりましたが、最後に一言いかがですか。うん、これからもホメオパシーは普通のものというか、あの世界の人が気楽に親しんでいるところ、日本でもそのような感じで、はい、普通なこととしてみんなに分かってもらえたらいいなと思っています。はい、はい、なんかお子さんにもペットにもなんか安心な、はい、気持ちの面でも力になってくれるっていうふうに伺いました、うん、ぜひ、興味のある方お問い合わせください。今日のゲストはホメオパスの藤山美智子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。